今回は尼崎の芦屋と言われる婿の荘へ行ってみます。そこでランチのできるお店を4軒紹介しようと思います。阪急神戸線に乗って行ってみようと思います。このホームのピカピカ具合とチョコレート色の電車が大好きです。1軒目、イタリアンレストランのカサレッチョさん。カサレッチョとはホームメイドとか家庭のという意味のイタリア語です。オーナーシェフのファブリツィオ・バレンティーニさんは生粋のローマっ子でも今では完全な甘っ子に。そして関西弁でギャグを飛ばします。なんと4軒目で紹介する戦国寿司さんでランチを食べていたら、ここのお二人が入ってこられました。どうぞ最後までご覧ください。名前通りの家庭的な温かい雰囲気のお店で本場の味が楽しめます。A ランチと B ランチを合わせたようなメニューにしてくれました。ブガティーニとは穴の開いたパスタのことです。アマトリチャーナはパスタソースやパスタ料理の名称で、イタリアのアマトリーチェという町の名前が由来となっています。ミートソースよりさっぱりしていますが、パンテッチャの旨味とトマトの酸味が感じられるコクのある味わいが魅力です。本格的なタイ料理がいただけると聞いてやってきたのがこちらのお店、チャダーさん、タイレストランです。こちらのお店のオーナーさんも映ってはいませんが、とても陽気でフレンドリーな方でした。
カオパッドはタイで食べられている炒めご飯の総称。カオがご飯、パッドが炒めるの。最後にライムを絞って食べるのが一般的です。青唐辛子の辛みとココナッツミルクの甘い香りが特徴的。濃厚なココナッツミルクのコクと数種類のスパイスが香り立つカレー。うん、おー、おいしい。甘いけど、おいしいでしょ。なんか変わってるというか、なんか他にもやるでしょ。それがグリーンカレーで、うん、これは何ですか。カネンカレー。カネンカレー。パッタイはちょっと甘めの味付けの焼きそばでした。目当てにしていた安山さんが臨時休業だったので、Google 先生に聞いてやってきたお店がこちら。このお店が大当たりでした。これで1100円とはめちゃくちゃ安いです。お店はすぐ満席になりました。後から入ってこられたカサレッチョのお二人。これから、はい、美味しそう。これいいんじゃない。このだし巻き卵もお店でちゃんと焼いてあるようで美味しかったです。
握りと細巻きの盛り合わせ1300円、このセットがとてもおすすめでした。カサレッチョのお二人もこれを召し上がっていました。